こんにちは、新大理メンバー就活生の高橋鈴香です。本日はもう就活も解禁したということで、これから面接の機会がたくさん増えてくると思うんですけど、私がこれまで面接を受けてきた中で答えづらいなと思う質問があったので、その答えづらい質問とその切り返しの回答をギュッとまとめた動画を作りました。ぜひご覧ください。これまで、やっぱりコロナ禍という状況で、あまり対面で接する機会なかった、御社の方と接する機会は持てなかったんですけども、その中でも御社の姿勢や価値観を様々に感じる部分がありましたので、ぜひ御社で働く将来を描いて、これから生きていきますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。広告の、まずその抽象的なお話でいくと、僕夢中になってる人が大好きで、その夢中になってる人を作る、そのきっかけを提供するっていうような広告と、その夢中になってる人の背中を押しておれるような、広告が大好きです。具体的な、広告例で言うと、稲田塾さんっていう塾が出されていた広告なんですけど、受験を頑張った子供にとって受験が青春になるっていうようなコピーの広告があったんですね。これって今まだ夢中になってない、何か青春したい、頑張りたいと思っている子たちにきっかけを作る広告であると思いますし、まあ今めちゃめちゃ受験勉強を頑張っている子たちにとって背中を押し上げるようないい広告になるなと思って、僕はこの広告が好きな広告の中の一つですね。ご自身を色で例えるとどんな色ですか？私は自分を色で表すと黄色だなというふうに思ってます。自分はその冷静に判断したりっていうのがすごく苦手なんですけど、逆に周りを明るく照らしたりだとか、勢いで行動したりだとか、そういう色っていうのは黄色なんじゃないかなって思うのと、あと現在インターンしてるところ、新代理っていうところでインターンしてるんですけど、そこのイメージカラーが黄色なので、自分の色は黄色なのではないかなというふうに思っております。自分を一言で表すなら何かみたいな感じだとどういうのありますかね？そうですね、よく友人から言われるもので言うと、同じ24時間を生きているとは思えないと言われています。もうちょっと教えてもらってもいいですか？そうですね、それこそ、先ほど言ったように幅広いことに学生時代取り組んできて、他の人だと例えば2日間3日間かかることを1日でやっているというような意味で、同じ24時間を生きていると思えないというふうによく言われます。こう他の人が見た時に、そんなにたくさんのことできるなんてすごいなっていう、そういうふうに思われてると思うんですけど、なぜそんなにこう他の人の何倍もできるなって思いますか？そうですね、それはやっぱ自分の大学受験の失敗に父への憧れっていうところがモチベーションになってるかなと思います。教えてもらってもいいですか？そうですね、大学受験に関してはもう少し、上の大学を志望していたんですが、そこ受験失敗してしまいまして、結果的にこの明治大学というところに入りました。で、過去、の受験で、あまり失敗したことがなかったというようなことから、これがかなり大きな挫折となってしまいまして、自分が置かれた環境で、より、ベストを尽くしたいというような、思いに至りました。少し答えにくい質問かもしれないんですけども、やはりですね、弊社に限らず会社というのは組織なので、大きい商売をされたいというふうにおっしゃってますけども、なかなかやっぱり配属された先がいわゆるその大きい、商売をしているって実感が少し湧きにくい、いわゆるコーポレート部門といいますか、私のような人事の人間だったりとか経理だったり財務だったりっていう部門に配属される可能性も少なからずあるんですけども、そういったところに配属されたとしたら、しても大きい商売をするという目的は達成されるといいますか、田中さんのやりたかったことはできると思いますか？はい、そうですね、正直現時点ではやはり営業部に配属、していただいて商売に携わりたいという思いが強いんですが、はい、仮にそのコーポレートに配属されたとしましても、自分が例えば人事になって、優秀かつ御社の雰囲気とマッチする学生を採用すれば、その学生が大きな利益を上げてくれて、当社の御社の利益に貢献するだったりとか、何かそのコーポレートの仕事も会社の仕事なので、必ずその商売にの結果に直結する仕事だと思うので、そちらに対しても情熱を持って仕事に打ち込めるという自信があります。なおかつやはりそのコーポレートのままでずっと会社で働くというわけでもないと思うので、そちらで逆にその営業では身につけられない専門的な知識を身につけまして、その力を武器に営業で活躍できるという未来もあると思うので、そちらも考えております。ありがとうございます。
衝撃の面接。これからアフガニスタンに行けって言うから、佐久間くん何か理由つけて断ってって言われて、ケース面接が始まり、めちゃくちゃ難しかったし、面白かったな。どう回答されましたか？難しすぎてシンプルに答えるしかないので、まあ、自分が人生で大切にしてる軸ってこれなんですみたいなことで3つぐらい答えて、だから僕はアフガニスタンにやるよりも御社の中でこっちの部署に配属した方が御社にとってメリットありますみたいな話をしてまあ何とか乗り切った。取引を達成するというのも、はいはい、少し意地悪な質問をすると、はい、1級ってめちゃめちゃすごいことだと思うんですけれども、はい、もう達成されている方も中にはいらっしゃるかもしれないと、はい、いっぱいいます、はい、トラさんならでは、はい、もう自分ならではこれができたよねっていうのが強いのであれば、はい、それはですね、やっぱりまあもちろんおっしゃられた通り、トイックな900点とか1点たくさんいるんですよね。でも私は英語とゼロ、本当にゼロから3年でここまで来れたんですよ。しかも私は英語力好きじゃないんで、そのぶっちゃけ言いますけど。なので、苦手なことや未経験のものでも、まあチャンスで叩ければある程度形にできる、結果を出せるっていうのが、まあ私のオンリーワンな一面なのかなと思います。まあ英語できる人はたくさんいるんで、私はそこじゃなくて、もう未経験やゼロからでも結果を出せるという点が、まあ私の強みなのかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。すごく戸川さん頑張ったと思うんですよ。今の話だったんですけど、実際に戸川さんと同じ共同の方で、はい、仕方がわかんないとか、はい、ぜひあまり好きではないことを頑張らないという方もいらっしゃるかもしれないので、戸川さんの話を聞いた時に、いや、私はあまりできないなと思われる方もいるかもしれない。はい、どう声をかけてあげたいって思います。そうですね。まあ、確かにそういった、まあ、うちの大学もたくさんいて、私が言うのは、もう本当に特定者とか誰もが持ってるっていうのをまず私は伝えたいんですね。というのも、私も本当に勉強が全くできなくて、勉強の嫌いで活動読むのすら苦手だったんですけど、今私英文学を専攻して、文学を読んでますし、まあ、英語もできてたんで、まず一歩踏み出してみるというのが大事なのかなというふうに思います。で、それって、ちょっと本人が自分のポテンシャルに気づいていないだけだと思うんですね。なんで、ちょっと自信がない人でも、まず一歩踏み出して、まあ、小さなことでいいんで、踏み出していけたら、まあ、きっと未来は開けるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、いかがだったでしょうか。この動画が少しでも皆さんの参考になれば幸いです。これから私も就活頑張りますので、一緒に皆さん就活頑張っていきましょう。ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。